ずね、その自民党から民主党へ政権が交代したっていうのはね、一体どういうことなのか。自民党は1955年誕生した政党ですよ。それから2009年8月まで、1990年代には一時政権から離れたことありますけれども、基本的にはどういうスタンスで日本の政治を進めてきたのか。一言で言えばね、日本国憲法よりも日米安保条約、これを大切にする、そういう政治を進めてきたんです。その安保政治がいよいよ行き詰まって、国民の生活は困難になり、未来が見えなくなった。それだけではなしに、日本の国そのものが失われた20年と言われる通り、国民総生産 GDP もこの10年間大きくならなかった国になりました。国と地方自治体、企業と個人、すべてが持っている国の資産のことを国富と言いますけれども、その国富さえ減り始める国、日本になりました。さらに人口が減り始めた国、日本になっています。日本の国民の多くは、それらが安保条約を大切にした政治を、政治が生み出したもの、もたらしたものとはまだ自覚していませんけれども、実際の生活、労働環境の悪化、その事実に押されて、特にこの十数年間、橋本内閣、小泉内閣が進めた構造改革をスローガンにした自民党の安保政治、でこれがもたらした困難に押されて、民主党に選挙という日本国民の、日本の有権主権者が持っている基本的な権利を行使して政権を交代させたわけでございます。半世紀以上続いた政権をやっと交代させたわけですから、国民の期待が大きかったことは、それはね、言うまでもありません。ですからそれを反映いたしまして、サンデー毎日はなんと民主党革命が起こると報道したのです。週刊朝日はなんと民主党革命、日本が変わる、こういうふうにも持ち上げたわけでございます。で、なんつっても民主党のマニフェスト、国民生活が第一というスローガンが、安保政治がもたらした生活不安、将来不安、深刻になっているからこそ、で、これを反映して国民の心を捕まえた、捉えた、こういうふうに言っていいわけですね。橋本政権が、鳩山政権が誕生したわけでございます。ところがこの鳩山さん、おじいさんが総理大臣、お父さんも外務大臣をやったような、日本の保守本流の政治家の血筋を引いています。しかもなんとお孫さんを総理大臣にしたいというおばあさんが、なかなかの金持ちでございまして、そこで育てられた、ね、宇宙人らしく、最初はそれなりに頑張ったわけですけれども、ダメでした。戦後の日本の政治を貫いている、日本国憲法よりも安保条約を重視した政治、安保条約をテコにしてアメリカと日本の大企業が最大限利潤を追求するという、安保政治の壁は厚く重く、新しい基地を少なくとも沖縄県外に、米軍地位協定の見直しなどの公約は
一歩も進まず8ヶ月で退陣をしました。出てきた菅内閣は何と言って売り込んだんですか。国民の皆さんが自民党から民主党に政権を交代させたことは正しい判断だったけれども、民主党のトップの2人が悪かった。鳩山さんと小沢さんにその責任を押し付けたわけでございます。そうしたら、ね、8ヶ月前に民主党に期待をして一票を投じた有権者はイライラしてたわけですね。ね、もやもやしていたわけですから、そうだということで菅内閣に支持を集めたわけでございまして、菅内閣の支持率はなんと 60% に回復をいたしました。そうしたらまた週刊朝日はこう言ったんですよ。民主党革命再スタートする、こんなことまで言ったわけでございます。で、そういう中で戦われた参議院選挙でございます。元気な日本を復活させる、これが菅さんのマニフェストでございますけれども、元気な日本を復活させる、すなわち今元気がない日本だからこれを復活させると、こういうふうに言ったんですよ。ところがその選挙が始まった途端に菅さんは何を言ったのか。消費税を 10% に上げる、こんなことを言っちゃったわけですよ。選挙公約で4年、ね、何と言ったのか。4年間は消費税を上げない、こういうふうに言っていたわけですよ。それがね、こういうふうに言ったわけでございますから、俺はね、この不景気で、ね、そしてデフレで、下げても下げても物が、ね、売れない、こういうふうな状況になっているので、なっているのに、それが国民生活が第一の政治家と、有権者の方はね、がっくりしちゃって、自民党は、民主党は惨敗、こういうふうな結果になったわけですね。そして、小沢さんと菅さんが、党首選